Attention, ladies and gentlemen.どうも皆さん、お久しぶりの投稿でございます。バイクブームでございますね。で、なんでね、今回ね、久しぶりの投稿になったかと言いますとですね、私ずっとですね、右腕捻挫で怪我してましたね。捻挫で怪我してました。で、なんでね、これね、右腕今怪我してるかと言いますと、こけちゃったんですよ。で、20代も中盤になってきてですね、こう、体の衰えというかね、反射神経というかね、こう、なんとなくね、衰えてる感じがしますね。つい2週間ぐらい前まで、こう、もうスロットルすらひねれない。もうずっと右手をこう、つってる状態だったんで、マジでガチの怪我してたんで、いや、ほんとにね、みんなね、当たり前のようにスロットルとかしこってると思うけど、もうね、利き手が使えるっていうことにね、感謝した方がいいよ、ほんとに。マジで俺本当にしこれなかったんだから。3週間前まで俺曲げられすらしなかったの。これ、この動きすら無理だった。今はもう動かせるけど、マジで曲げられすらしなかったから、俺本当に頑張って左でしこってたからね。あ、でもね、左しこ結構おすすめで、今回はですね、まあ久しぶりにバイクに乗るっていうことでね、やっぱ視聴者とね、走りに行きたい。僕はバイクでね、もう最近ね、こうバイクブンブンをね、動かしてなかったもんだから、やっぱりこう視聴者のみんなにね、会いたくなっちゃってるわけよ、俺もね。なのでね、本日はですね、視聴者と一緒に走るまで帰れま10行きたいと思いますね。いや、久々の帰れま10シリーズ、実は3年前ぐらいにね、一回やってるんですよ。これ当時登録者3000人ぐらいかな。登録者3000人っていうのもあって、結局視聴者に会えなくてですね、もう最終的にそこにいたバイク少年にね、俺の動画を見せて、で、視聴者ってことにして、まあ OK にしたんですよ。もう自分でもうこれでいいでしょうということでね。こんにちは。知ってます？いや、わかんないです。わかんない。ちょっと見てほしいんですよね。あ、全然いいっすよ。あ、ちょっと今広告なんですけど。はいはいはい。これうざいっすよね、この広告。このバーバーの広告、よう出ません、これ。このバーバーの、本当にこういう感じで走ってたりするんですよね。めっちゃモトブグですね。あ、そう、ちゃんとしたモトブグなんですよ。視聴者に会えたってことでいいっすかね、もう。すいません、見てください、バイクブームですね。よろしくお願いします。まあ、それで視聴者と走ったっていうことにしたんですけれどもね、もう今はですよ、バイクブーム、もう皆様のおかげでね、登録者、もう17万人ですか。もうね、これはね、会えますよ。ちょっと走っただけで話しかけられますからね、やっぱり。あ、バイクブームさんですか、あ、バイクブームさんですかって話しかけられますから。ただ今日ね、ちょっとね、条件がね、火曜日、平日なんですよ。ちょっとそこだけネックですけれども、だから今日狙っていく視聴者の層としては、火曜日全休かサボってるウェイウェイ大学生ね。まずここ、平日いますから、ここの層。あとは、息子娘が見ている、ショッピングバー。この辺も結構あり得るんじゃないかなと。で、その次に、旦那、もしくは彼氏が、バイク分母を見ていて、彼氏旦那が外出中の団地妻ね。まあ、この辺はね、まあ一緒に走るというかね、もう一緒にバコっちゃおうかなっていう感じなんですけれども。まあこの3種類ね、この3種類を今日ね、狙っていきたいと思いますね。で、今日ね、走っていく場所なんですけれども、まあ目的としてはやっぱ視聴者と一緒に走るっていうことなんで、まあまず視聴者に会わなきゃいけないということで、私ね、バイク分母、埼玉県越谷市育ちっていうのをね、豪語してますんで、まあ、このね、まずね、越谷らへんをね、走っていきたいと思いますね。越谷といえばね、越谷レイクタウンっていうのがあるんですけれども、まあ、日本一でかいショッピングモールですね。こちらにですね、まずはね、向かいたいと思いますね。で、レイクタウンに行くとね、結構なね、確率で話しかけられますんで、ただね、結構あり得るのが、相手がまず歩行者の可能性もあるんですね。一緒に走れなきゃいけないんでね。まあ、そこダメですね。あと、相手が車でもダメですね。やっぱりツーリングってバイク同士なんで、車じゃダメですね。
相手がバイクの視聴者じゃなきゃいけないんで、ちょっとそこでも難しくなると。かつ平日、ただ登録者は17万人、これいけますね。A few moments later. さあもうそろレイクタウン着きますね。近いんすよね、越谷。VTEC いいね今日も。普通に走るのも楽しみだわ今日。視聴者と一緒に走るのも楽しみだけど、普通にね、いろいろ回るのが楽しみだわ。ちょ、レイクのどこで視聴者に話しかけられ待ちするか迷うな。一旦駅のロータリー行きますか。駅のロータリーはね、まあ人のね、出入りが激しいんで、まあ話しかけられる可能性高いんじゃないかなと。いや、人少ねえな、土平日だな、これ。やべえな、おい。あ、ちょ、俺に愛してんのかと思った。うんだよ、俺じゃなかったわ。いや、今の JK に行きたかったけども、JK は犯罪になるので、ここは引きます、バイク部分です。さあね、ロータリーをね、ちょっとね、ぐるっと回るんですけれども、うわぁ、カップルが多いね、やっぱ、ウェイウェイ大学生、おい。おい、ウェイウェイ大学生、お前、デートばっかしてんじゃないか、お前。いやぁ、いないなぁ、これ多分。これやばいな。あと一周したらこのカップルにガチで不審がられるから、ここはやめといた方がいいな。見た今の顔。やばいだろ、やられる顔してたね、今。ちょっとあんまりね、ロータリーも2周までだね、これ。できて。あんまロータリーぐるぐるしてるバイクいないもんね。ウェイウェイ大学生でしょ、あれも。遊んじゃってるもんね、友達3人で。いやー、視聴者の層としてはね、あり得るんだけどね。そもそもバイク乗ってねえしな。今のロータリーの女の子の顔、マジやばかったからな。あんまロータリーぐるぐるするもんじゃないね、これ。どっか止まって一回待つか。パイパン小僧たちが学校、小学校終わる時間帯もね、まあまあ狙い時なんですよ。まあ一緒に走れないけど、一回視聴者に会っときたいね。なんだ、やばいか、あれ。なんだ今のは。ちょっと待って、あれは視聴者じゃないよな、今の青いやつ。違うよな、手信号だよな。せっかくこのコンビニで待ちたいと思いますね。このコンビニね、レイクタウン超近いんで、ここありますね。で、あ、もっと SR。うわ、ウーバーイーツの SR かよ。ウーバーイーツはちょっときついな。ちょっとウーバーイーツだったら仮に視聴者だったとしてもね、一緒にハンバーガー運ばなきゃいけなくなるんで。ってことで一回ね、話しかけられ待ちしたいと思いますね。A few moments later. いや、ね、話しかけられそうみたいな素振りすらなかったわ。いや、マジか。いや、レイクちょっと会えんかったね、今日は。待機中にね、やんわりとインスタのストーリーを更新しときましたね。ここにいるよと言わんばかりの。これは許してほしいわ、ちょっと。視聴者と走んねえと始まんないからさ。今日平日だから。平日っていうハンデをさ、追ってるから。ちょっと頼むわ、そこだけ。でね、次向かう場所はですね、我が母校のね、浦和学院高校ですね。俺と栗のね、小学校、中学校行ってるんですけれども、俺とね、小田のね、高校は行ってないと思うんで、我が母校の浦和学院高校に行きたいと思いますね。あ、高校生はね、バイク部分見てる可能性あるからね、一旦視聴者に会いたいよ、ここは。いやー、ここの道やっぱ好きだなー。わざわざ僕この道通ったりしてましたね。高1でバリオス取り立てんとき。全然違う道から行った方が早いんだけど、わざとこのね、爆走ルート通ってね、行ったりしてたね。懐かしいねー。高校1年生のときとか、てかまあバイク乗り立てんときはマジで楽しいよね、ほんとに。だから夜中にさ、何も持たずに走り出して、朝日見に行ったりとかね、一人で。俺そういうのが好きなんだよね、なんか。ラピュタでもあんじゃん。天空の城ラピュタにもさ、ナイフランプカパンにって、あんじゃん。詰め込んで。俺はその旅がいいの。ナイフとランプだけを、カバンに突っ込むっていうね。だからもう何も持たないのが俺好きなの。だからその場で、調達するというか、地元の人との関わりとかね。なんか下調べせずに、行ったりとか、その場で決める。旅が好きなんだよね、なんか。ちゅうわけで着きましたね、浦和学院高等学校。いや、久しぶりすぎるな。変わってねえわ。浦和学、ちょっとね、ここでね、やんわりと、またストーリーを更新したいと思いますね。ちょっとあんまりここ長いするとね、ガチ不審者だと思われるんで、もうストーリーだけ撮ったらパパっていきますね。A few moments later. もう裏学出ます。もうあんまり高校周辺をうろちょろしてるとマジやばいんでね。いや、ありがとうございました、裏学院。もう裏学にはね、もう視聴者に会えないの分かってたんで、ちょっとね、次はガチで狙いに行きますね。次はね、我らがホームグラウンド、東川口二輪館に行きたいと思いますね。いや、もうここはいるでしょ。ここは。これ、ホームグラウンド豪語してますからね、東川口二輪館。今、レイク裏学と来てるわけですよ。で、なんとなくね、こう、僕の、動画で名残がある場所を行ってるんで、次ね、東川口二輪館ってね、勘づく視聴者がいるんじゃないかということでね、距離が近いんでね、勘のいい視聴者をね、ちょっと探したいと思いますね。いや、待ってよ、右にライダーいるぞ。
え、ちょっと待って、パイセンついてる。これありえる。いや、ちょっと待って、こいつより前に行きたい。この人より前に行かないと気づかれない。そもそも視界に入らねえと、あの人の。パイズリー業界だったら俺結構有名だよ。ちょ待って、行きたいよこれ。あの人の視界に入りたいな。あれあれあれ、抜ける抜ける抜ける。パイズリー業界、パイズリー業界。うちゃっす、うちゃっす。反応的に違うぞあれ絶対。なんだよ、ノラパイズリーかよ。いやちょっと待って、右からノラパイズリー来んの気まずいな。視聴者じゃなかったならなおさら気まずいわ。やべえやべえやべえ、ノラズリー来るよこれ右から。こういう時どうすっか迷うよね。一回挨拶してるからさっき、ここも挨拶しとくべきなのかものすごい迷うよね。ノラズリー来るよ、ノラズリー。あ、いや、もう見向きもしないもん。見向きもしてくれないノラズリー。いや俺もっとパイズリーの業界では顔聞くと思ったんだけどな。てかやべえな、うんこしてえなマジで。というわけでね、東川内二輪館、我々のホームグラウンド到着いたしましたね。久しぶりに来るな、なんだかんだ言っても。お、忍者とハーレーと、うん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 。いやーでもちょっと年齢層高えな。ちゅうことで一旦うんちしてきま A few moments later. ?30 分ぐらいね、待機したんですよ。本当にいないわ、今日。どこ行ったんマジで。2台しかいねえもん、バイク。これマジやべえぞ。さすがにね、東川内二輪館お世話になってるんで、ちょっとうんこだけでね、寄ってくっていうのはね、さすがに申し訳ないんで、買ってまいりました。パイズリーパイセンです。